実際の総統で1から飛んできたロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平がここに来て、刀を見ることができた。8月上旬以来、9試合の打率は24試合中3安打、打率は0.125、打点は1、本塁打は0、ストライキの回数は10回となる、本塁打は年間60回であったが、7月29日現在、37回で止まっている。 しかし、その一方で、彼はまだタイトルへのレースで優位に立っています。本類打の順位は単独で走るだけの価値があり、2位のウラジミール・ゲレロ・ジュニアに2ポイント差で首位に立っている。さらに、MVP の戦いに関して、国内メディアは大谷が依然として最も有望な候補であると報告しました。天使を追いかける作家のエヴァンデ・サイは、 スポーツサイト、ファンシッド、に、スランプにもかかわらず野球側がピークに達する、という見出しの記事を投稿した。彼は、エラが2.93、規定のピッチ数までではないが、US リーグでは4位に相当、打率が0.190、ポジション1に相当、丘の上でウィップ1093などの優れた統計を出しました。官僚に注意してください。MVP を選んだとき、 彼はピッチャー大谷の良いパフォーマンスがピッチャー大谷の悪い状態を改善することができると主張しました2回大谷の一番いいところはもちろん使いやすさだ前半はうまくいかなかったとしてもヒットで補うことができた島の塚に作用するのでだるさなどありません MVP バトルでの優位性を維持しています 小平がこの賞を受賞するために手の届かないところにいるのは素晴らしいことです。ぐっすり眠れるとさらに良くなります。実際、投手として試合はほぼ完璧でした。過去4試合で彼は6回以上投げ、2ポイント少なくなりました。彼はまた、たった2回の歩行で4つのゲームを歩き、3つの勝利性を獲得しました。 平均して、彼は6.5ショット、4月25日ヒット、0.54デッドボール、5.75ヒット、ワンランを投げます。二刀流でなくても十分です。現地時間の8月8日までロサンゼルス・ドジャースとの3試合連続の DH システムがなかったため、大谷が代役となり、短い休憩を取りました。 8月10日からトロントブルージェイズとの4連戦がありますが、大谷の打者は大谷の投手の戦いに対応できますかホームフィールドでの王の反撃を楽しみにしています。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、コンマ。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。 グッド評価やコメントをいただけたら本当に嬉しいですコンマ。よろしくお願いいたします。